自衛隊、消防、警察の人たちがいますが、大災害だと助けに行く相手が多すぎていけないんです。でその時助かった人に聞いて、あなたは誰に助けてもらったんですかって聞いて分かったんです。一人ぼっちの時は自分で何とかする、家族がいれば家族の助け合い、隣近所はいたら隣近所の助け合いなんです。つまりね、自分たちの命は自分たちで守る、それができないと最初に災害に負けちゃう。分かりました。おじさんすごく感動したんで、特別に落石実験装置、落石レンジャーを持ってまいりました。見たい人は手を挙げてください。本当に見たいの？じゃあ行ってみます。ちょっとお願いがあるんですけども、聞いて。私はこう見ても芸人さんではなくて科学者なんです。科学者の仕事っていうのは研究すればいいんじゃないんです。多分多くのご同業者がいると思うんですけども、研究したことを作文に書いて、論文って言うんですけど、発表して初めてね、教石として認識されるんですよ。それしなきゃね、何もね、やったことにならないんです。私今ね、書いてる最中で、発表前なんで、お願いだから言わないでね。業績が一本なくなっちゃうからね。で、そう、すごくね、言いたくなるようないいアイデアです。何かというとね、落ちてくる岩が、ずっと同じように落ち続ける装置にしたんです。つまりね、下の面が、どん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 上に上がっていく、上りのエスカレーター状態の流れが落ちてくる、こんな状態を作ります。なるほど。びっくりします。やってみます。3つあるとどうなるか、誰想像つくよね。うまくいったときだけ拍手ください。頑張ります。1、2、3、4。
ゆらゆらじゃなくて、はいはいやってみます。どうなるか見てください。こうです。はい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 。暴れてるだけ。やっぱりこれはゆらゆらがいるよね。さあ誰か頭叩かれたい人いますか？怪しいおじさんでーす。そんなに叩かれたいの？そんなに叩かれたいの？あれ、ふけすぎる。でっかるか。叩かれたい人。3分。